SLX は、ホンダ技研工業がかつて、アキュラブランドで販売していた SUV である。イスズ自動車から OEM として、イスズビッグホールの供給を受け、1996年から1999年まで、アメリカ限定で販売が行われた。グレードは5ドア、ガソリン、AT 仕様のみで基本の SLX とプレミアムの2種類があり、プレミアムには、レザートリムシート、 専用アルミホイール、電動格納ミラー、一列目シートヒーター、運転席 8A パワーシート、助手席 4A パワーシート、木目調ドア、木目調ダッシュボード、上部液晶マルチメーターなどが装備される。1998年モデルでは、ビッグホーンのマイナーチェンジを受け、エクステリアが変更。エンジンも3.5リットル、215hp となり、4WD は、 トルクオンデマンドシステムに変更された。グレードは一種類になり、プレミアムグレードが標準となった SLX の売り上げは芳しくなかったが、1996から1997モデルでのコンシューマーレポート誌によるテストで横転の危険性を指摘され、ノットアクセプタブル評価を受けたことが影響したと言われている。イスズはコンシューマーユニオンを訴え、 裁判では記事には重大な見落としがあったとされたが、売り上げの回復に結びつかなかった。ありがとうございます。